平成29年10月23日、阿蘇市の阿蘇西小学校に、熊本県人気キャラクターで、県の営業部長、くまモンがやってきて、子供たちと丸バツクイズなどをして触れ合いました。阿蘇西小学校の児童132人が、大きな声でくまモンと呼ぶと、元気に走って登場しました。そしてくまモンと一緒に、早寝早起き朝ごはんについての丸バツクイズに挑戦しました。これは熊本県が平成18年度から9月1日から15日までを子どもの心と体の健康づくりについて考える熊本キッズウィークとして県内の幼稚園や小中学校を回っているもので、子どもたちが元気になるようにと平成24年からはくまモンと一緒に行っているものです。またくまモン体操をくまモンと全校児童が一緒になって体操しました。くまモン体操の後、児童代表が感想やお礼を述べ、最後に全員で記念撮影をし、くまモンとハイタッチをして阿蘇西小学校での熊本キッズウィークを終えました。